ニュースやバラエティ番組で目にする女子アナの皆さん、共演されてる女優さんより美人に思えたりしますよね。特に美人が多い印象が強い TBS 女子アナの中から、今回は最も美人な女性アナウンサートップ10をご紹介します。第10位、上村紗恵子。1992年10月4日生まれの現在30歳、血液型は B 型、千葉県市川市出身。専修大学松戸高等学校卒業後、上智大学文学部新聞学科に入学。テレビ朝日系列の深夜番組学生ヒーローズ内の企画で、新入生のみを対象とした学生コンテストフレッシュキャンパスコンテスト2011に出場、ファイナリストに選出。同時にテレビ朝日アスク賞を受賞しています。野球の球場でビールの売り子のバイトをしていた上村アナ、同じ時期にタレントのおのののかさんも働いていたそうです。その時の経験から、特技はビールを黄金比で注ぐことだそうです。2015年4月に TBS へと入社。同期入社は船井梨沙アナでセントフォース所属の岡添真紀さんとは学生時代より交流があるそうです。昼帯 JNN ニュース N スタなどに出演しています。第9位、山形純奈。1994年6月20日生まれの現在29歳、血液型は B 型、岩手県盛岡市出身。2013年4月実践女子大学に入学し、同年11月ミス実践コンテスト2013グランプリ受賞。同年12月ミスオブミスキャンパスクイーンコンテスト2013ファイナリスト。2014年2月ミスオブ東京グランプリ。同年4月ミスオブジャパングランプリ。数々のミスコンでグランプリに輝くと、2015年11月2016ミスインターナショナル日本代表選出大会に出場しグランプリに。2016年10月2016ミスインターナショナル世界大会ではファイナリストに選出されています。また大学在学中は雑誌 JJ の専属読者モデルを務めていました。2017年4月 TBS テレビにアナウンサーとして入社。同期入社に山本里奈アナがいます。現在は肥料日や BS 放送報道1930に出演しています。第8位、若林優子。1996年7月1日生まれの現在27歳、血液型は A 型、大阪府出身。小学校卒業後に家族でニューヨークへ移住、現地の中学と高校に通学。高校2年生の時にニューヨークから大阪に戻り、大阪府立茨城高等学校へ編入。大阪市立大学商学部へ進学しました。大学在学中には数々の有名人を輩出した週刊朝日の企画女子大学生公募モデル表紙に選ばれ、表紙を務めました。その後多くのフリー女子アナが在籍するセントフォースの第1回夢の種オーディションで最終選考まで勝ち上がり、セントフォース関西へ所属することとなりました。中学から高校2年までの5年余りをアメリカニューヨークで過ごした若林アナ、TOEIC 890点で英語が堪能なのはその経験から来ているんでしょうね。ビジュアルも週刊朝日の表紙を飾るほどの美貌の持ち主なので、今の人気は当然ですね。第7位、日比真央子。1993年7月5日生まれの現在30歳、血液型は O 型、東京都大田区の出身。横浜双葉学園から青山学院大学文学部英米文学科へ進学。大学在学中オックスフォード大学への短期留学を経験したり、第48回東京国際大学ウィラメット大学杯学生英語弁論大会で優勝しており、英語力はかなり高いようです。ミス青山コンテスト2014で2014準ミス青山学院大学に選ばれます。選出後には芸能プロダクションのスプラウトにも所属していました。フジテレビの井上聖華アナは青山学院大学 ESS での2年後輩で、現在でも交流があり、その様子がたびたびインスタにアップされています。またミス青山コンテスト2014のファイナリストには1年後輩の山本里奈アナがいて、日比アナと同じくスプラウトへ所属した後に
2017年にアナウンサーとして TBS テレビへ入社しています。日々真央子アナはハーフとネットでは出てきますが、実際はハーフではないようです。ですがハーフのような美人ということでしょうね。第6位、山本恵梨香。1993年10月8日生まれの現在29歳。血液型は A 型。熊本県熊本市の出身。熊本市立入り丸中学校、熊本県立清水校高等学校から明治大学文学部文学科演劇学専攻に進学。大学の2年時からテレビ朝日アスクに通い、 BS 朝日のニュースアクセスに学生キャスターとして出演。その一方で在学中にはストリートモデルとしてファッション誌にもたびたび登場していました。 TBS テレビへは2016年4月1日付でアナウンサーとして入社しています。同期入社のアナウンサーは日々真央子アナ、現在はニュース23のキャスターとして活躍されています。山本恵梨香アナを目的で視聴してるファンも多く、特に男性ファンからの支持が厚いです。透き通るような白い肌と端正なルックスで大人気ですね。第5位、吉原亜美。1995年10月9日生まれの現在27歳。血液型は A 型。神奈川県横浜市出身。明治学院高等学校、立教大学経済学部経済学科卒業。大学在学中の2015年ミス立教コンテスト2015に出場。グランプリ受賞を機にセントフォースにスカウトされます。2016年1月からセントフォースに所属し、3月からは日本テレビのニュースゼロのお天気キャスターに就任し、1年間出演していました。さらにビッグコミックスピリッツ2016年39号では、当時ニュースゼロの同僚キャスターだったフジテレビの井上聖香アナと共に表紙および関東グラビアを担当しました。2018年4月に TBS テレビ入社。同期のアナウンサーは宇賀神メグアナ、田村真子アナ、元フジテレビの看板アナウンサー加藤パンこと加藤綾子さんに似ていることから TBS の加藤パンなんて呼ばれ方もする吉原アナ。加藤パンに似ていると言われるだけあって、とても美人ですね。現在は N スタ、サンデージャポンなどに出演し活躍されています。第4位、宇賀神メグ。1995年12月28日生まれの現在27歳。血液型は O 型。父はアメリカ合衆国の出身、母親は日本出身のハーフで、宇賀神アナは埼玉県で生まれています。母親がメグライアンの大ファンであることからメグと名付けられたそうです。厚生大学生命科学部生命機能学科。在学中からアナウンサーを志望。テレビ朝日アスクへ通いながら、セントフォースが運営するスプラウト所属の学生タレントとしてテレビやラジオの番組へ出演し活躍していました。2018年4月に TBS テレビにアナウンサーとして入社しました。同期には田村真子アナ、吉原亜美アナがいます。現在はザ・タイム、人生最高レストランなどに出演し活躍中です。美しい顔立ちのハーフ美人で可愛すぎますね。第3位、田村真子。1996年2月3日生まれの27歳。血液型は AB 型。お父さんは元厚生労働大臣の田村紀久衆議院議員で、親族に国会議員を多数輩出した政治家の家系に生まれました。三重県松阪市出身。高田中学高等学校を経て上智大学文学部新聞学科を卒業後、2018年4月に TBS テレビにアナウンサーとして入社しています。同期の女子アナウンサーには宇賀神メグアナ、吉原亜美アナがいます。現在はラビットや夜明けのラビットなどの情報番組やドラマ東京 MER、 隅田川ミッション、日本沈没、希望の人にも出演。現場からは初めての撮影とは思えない、アナウンサーだけではもったいないと女優としての活動を期待する声が出ていました。本職顔負けの美しいビジュアルと演技で本格的に女優デビューもありえますね。第2位、船入さん。1991年9月21日生まれの32歳。血液型は O 型。神奈川県横須賀市出身。神奈川県立横須賀高等学校を卒業後、1年間の浪人生活を経て
慶応義塾大学文学部美学美術史学専攻を卒業。大学在学中より TBS ラジオの番組に出演したり、テレビ朝日アスクに通い、BS 朝日の学生キャスターを務めています。また2011年に学生ヒーローズプレゼンツフレッシュキャンパスコンテスト2011に出演して準グランプリを受賞。2013年にはミス慶応大学のグランプリに輝いています。ミスコンのグランプリに輝くほどの美人に加え、ゲーマーとしても自身の YouTube チャンネルフナイリサフナコンゲームスでゲーム実況を配信するなど大活躍中です。テレビ番組ひろおびやあっこにお任せに出演しています。第1位、山本里奈。1994年6月22日生まれの29歳。血液型は A 型。千葉県出身。山脇学園中学校高校を卒業し、その後青山学院大学文学部英米文学科に進学しています。大学2年生の時にミス青山コンテスト2014に出場し、ファイナリスト6人に選出されました。また大学在学中にセントフォーススプラウトに所属し、フリーアナウンサーとしてテレビ朝日朝の情報番組グッドモーニングに出演経験があります。2017年4月に TBS へ入社。同期入社の山形純奈アナ、大学生時代に同じアナウンススクールに通っていた中で、アナウンサー最終試験の前日も一緒にいて励まし合ったそうです。 TBS 入社当初は山で始まりなで終わるという使命の共通点から山菜コンビとも呼ばれていました。他局の同期アナ、テレビ東京の門谷明子アナ、フリーアナの久慈明子アナ、日本テレビの佐藤里奈アナ、テレビ朝日の三谷紬アナと親交があり、それぞれのインスタグラムで登場し合うほどの仲だそうです。2022年3月には一般男性と結婚されています。2023年10月末でTBS テレビを退社することを自身のインスタグラムで報告されています。 TBS 女子アナぶっちぎりで美人な女子アナトップ10、いかがでしたか？あなたの推しアナは何位でしたか？このトップ10納得いかないとか、あの女子アナ美人なのになんでランク外？なんてご意見あればコメント欄で教えてくださいね。それではご視聴ありがとうございました。